皆さんこんにちは、証券ママです。今日はきゅうりの大量消費にきゅうりのハリハリ漬けを作ります。きゅうりを1日ほど干すのでね、とっても食感がパリパリで美味しくいただけます。ぜひ最後までご覧になってね、作ってみてください。はい、それでは材料です。まずね、今日はうちのきゅうりがもう本当にたくさん取れて困っているので、ハリハリ漬け風にしていきます。きゅうりね、これ2キロあります。今日はね、半量で作っていただいても結構です。それから調味料の方です。まず醤油が 200cc、 みりんが 100cc、 お酢が 100cc、 砂糖が 80g、生姜が 50g、 鷹の爪のこれ輪切りのがこういう風に売ってますよね。これ好みなんですが、今日はこれを小さじ2ほど使っていきます。材料は以上です。はい、それでは早速作っていきます。今ね、梅雨時でちょっとね、天気が悪い日はやらない方がいいです。やっぱり朝起きて一日ね、晴れる日をね、選んでやってください。今ちょっと梅雨の晴れ間にねがあったので、ちょっとね、昨日から一昨日ぐらいからちょっと作ってみました。まずきゅうりはね、これもう全部洗ってあります。ヘタを取ってね、ヘタをこうやって切りますね。そして厚みをね、だいたい 1.5 から2センチぐらいにね、切っていきます。このぐらいかな、の輪切りにね、切っていきます。こういったザルがあれば、これにね、どんどんこうやって並べていって、あとはね、普通にね、外でね、干していきます。だいたい天気にもよると思うんですが、すごくいい天気の日であれば、丸一日干せばね、だいぶね、これが乾燥します。じゃあね、これをね、ちょっと切るところだけが大変でね、後の工程はとっても簡単なのでね、じゃあこれを全部やっていきます。はい、こんな感じでね、2キロのきゅうりを 1.5 センチから2センチの厚みの輪切りにして、こんな風にね、お庭にね、干しておきます。うちはね、これ専用のこのザルがあるので、これで干しますね。これね、こうやってここね、こうやって網があるんですよ。こうやってね、こういう感じで今ちょっとしますね。こんな風にね、ゴムでね、こんな感じで、はい、この状態でね、だいたいすごく天気が良ければ1日ぐらいで大丈夫です。昨日はね、ちょっと午後から曇ったので、1日と半日ぐらいね、干しました。もしね、途中で天気が悪くなったり雨が降ってきてしまったら、お部屋の中に入れて次の日ね、天気出したら干せば大丈夫です。じゃあこんな感じでね、ちょっと1日から1日半干したいと思います。はい、今日はね、ちょっともうね、時間短縮のためにね、昨日ね、作ってね、一日と今日ちょっとお昼ちょっと前なので、1日半ぐらい、これ干した状態、これに、ちょっと2キロぐらいあります。今と同じぐらいの量をね、昨日こうやって干しました。そしてね、これ見ると、こんな感じ、きゅうりがちょっと白くなって、こんな感じにしなしなになる感じですね。わかるでしょうか。こんな感じになれば、もうね、これでね、つけていけます。これ天気とかによるのでね、これ様子で、あんまり天気が悪い日はやらない方がいいです。こんな感じですね。ちょっとこう表面が白くなってシワシワになる感じですね。じゃあ今日はこれ時短でね、これもう作ったのが、できたのがあるので、これで今からね、調味料を作ってつけていきたいと思います。はい、こんな感じでね、全部ね、干したきゅうりをね、今ちょっと重さを測ったら、2キロのきゅうりがだいたいね、半分ちょっとぐらい。半分くらいの重さになったら大丈夫と思います。そしたらね、調味料液の方を作っていくんですけれども、まずね、生姜は千切りにしますね。
はい、生姜はねこんな感じの千切りにしました。そしたら調味液を作っていきます。まずね、うちはこういった大きいお鍋があるんですけれども、これに調味料をね入れていきます。なるべくこの底が広いね、もしあれでしたら大きいフライパンとかがいいと思います。なるべく底がね広いものがいいです。まずね、お醤油を 200cc、 1カップですね。みりんを 100cc 入れます。それからお酢も 100cc 入れます。それからお砂糖ですね。今日はね、上白糖を使いますが、ザラメとか三温糖とか、あときび糖とか、お好きなお砂糖でやってください。今日はね、手軽な上白糖で作ります。上白糖 80g 入ります。はい、それから生姜の千切り 50g 分も全部入れちゃいます。はい、それから鷹の爪ですね。これはお好みなんですけれども、今日はだいたい2本分くらいでしょうかね。こういった輪切りのが売ってるので、今日はこれをね小さじ2ほど入れます。はい、そしたらねこれを火にかけていきます。はい、それではね、全部調味料と生姜と鷹の爪を入れたので、これを火にかけてこれを沸騰させます。はい、こんな感じにねボコボコにね煮立ってきたら、これにきゅうりを入れます。これ気になる方は一度ね、ほこりとかが気になる方は一度さっとね洗ってもいいです。私はねこれそのままちょっとカバーがあるやつなのでね入れます。そしたらねよくこれ混ぜますね。混ざりにくいので、やはり大きめのものの方がねいいと思います。はい、そしたら火はもう止めてしまいます。はい、そしたらねこのままね完全にこの漬け汁が冷めるまで置きます。これをねあと2回合計3回くらいね繰り返します。じゃあね、火を消したので、これで冷めるまでこのまま置いておきます。はい、こんな感じにね完全にねこのね漬け汁が冷めたので、ザルに一度あげます。全部ねこれをザルにあげてしまいます。一度ね、そしたらねよくこの汁気を切って、このね漬け汁をもう一度お鍋に戻します。はい、そしたらねもう一度これを沸騰させます。はい、それではね漬け汁がね2回目の漬け汁が沸騰してきたので、また同じことをします。きゅうりをね全部入れちゃいます。そしてまたね1回目と同様に冷めるまでこのまま置いておきます。これをもう1回3回繰り返しますね。じゃあ冷めるまで待ちます。はい、それではね3回目もね同じことをやって、完全にね冷めたのでね、これをね保存容器に入れていきますね。はい、こんな感じにね全部ね保存容器に入れました。そしたらこれで冷蔵庫でね最低でも1日くらいね漬け込まないとちょっと味が染みないのでね、これで冷蔵庫で1日以上漬けてください。じゃあねこれにね、はい、こんな感じですね。はい、時々ねこれね上下をねちょっと入れ替えたりしてね、お味をなじませてください。じゃあねこれでねタッパーの蓋をして、はい、じゃあねこれで冷蔵庫でね1日以上漬けてから食べたいと思います。はい、それからねこれはね昨日一昨日ですか漬けて1日置いたものです。これは1キロでね最初ちょっとやったものなんですがね、これはもう使ってると思うのでね、じゃあちょっと見てみます。はい、これで1日漬け込んだ状態でもこんな感じです。
はい。じゃあね、ちょっといただいてみますね。はい。もうね、だいぶ味が染みてると思います。はい。こんな感じです。じゃあちょっといただきます。うん。音が聞こえますでしょうか。ポリポリでね。うん。一日で十分味が染みました。うん。ほんとポリポリで美味しいです。これね、あまり薄く切ってしまうと、やはりね、パリパリ感がね、欲しい場合はやはり 1.5 から2センチぐらいでつけた方がね、パリパリすると思います。それからですね、保存期間なんですけれども、この状態で冷蔵庫でだいたい1週間は大丈夫です。それ以上ね、保存したい場合はね、これのもうちょっと染み込んだら、2、3日ね、染み込ませたら、水分をだいたい切って、それでジップロックとか、まあ、密閉袋に入れて冷凍するとね、1ヶ月は食べられるのでね、ぜひたくさん作った場合は冷凍してみてください。食べる時にはね、自然解凍もしくは冷蔵庫に戻して食べると、また同じようにパリパリでね、食べられます。ぜひね、きゅうりが本当今の時期お家で作ってる方なんかは、うちも今日は1日で10本以上取れてしまって本当に消費に困っているので、前にもご紹介したんですが、きゅうりの佃煮や、まあ、きゅうちゃん風のね、ポリポリ漬けを作ったり、いろいろね、作っていますので、もしよろしければね、そちらのポリポリ漬けときゅうりの佃煮のね、動画もあるので、よろしかったらご覧になってみてください。こちらのね、きゅうりのハリハリ漬け、これもとっても美味しいですし、保存も効くのでね、ぜひね、作ってみてください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。塩もみして作るよりね、厚めに切るので、とってもね、少し干す時間だけはかかりますが、こちらの方が簡単かもしれません。それから他にもきゅうりのお漬物のね、動画もあるので、よろしかったらご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またね。翔健ママでした。